めっちゃ深夜ドライブっぽい。久しぶりドライブよね。なんでさ、投げニット帽かぶるの分かってたんや今日。うん、なんで合わせてきた。いや、俺寝癖えぐかったもん、さっきより昼寝してて絶対一人がニット帽かぶってた。かぶったらあかんやん。違う違う、寝癖はさ、なごみなかったんから譲ってやん。違う、長生きはここにニキビできたから隠したかったん、ね、俺もマジやばい台風起きたみたいになってるもん。今から夜行でさ、スノボー行くカップルみたいあったかしめっちゃ寒さ対策せーの、コンチェス。どうも、なぐみです。とくんです。なこなこです。じゃあ、今日はですね、まあ、なぐいらさ、もう同棲めっちゃ長いやん、うん、もう6年目になんねやな。そこら辺の夫婦よりも長いかもしれんもんな。てかさ、同棲6年って結構すごいと思うんやけど。確かになんかもう意識 せんかってもう6年や、同棲。そう、なんか、まあ、交際7年目目なんてなんてなんて目黒レイムさんおったよな、そんなか今めめえって言ったやろ。で、ナゲラが付き合って1年で同棲を始めてるから、うん、マジで同棲期間がめっちゃ長いんよな。長い。だから同棲の質問がほんまに多くて、うん、で、やっぱもうすぐ春やし、うん、春になってやっぱ同棲する人が増えてくるから結構ね、質問ももらうから、ちょっと今回はみんなが思う同棲のメリットデメリットをちょっと募集したんで、まあ、ナゲイラの意見も言いつつ答えていきます。まずさ、うん、俺たちのさ、同棲のさ、うん、デメリットって何？メリットからじゃなくてメリットはさ、ずっと一緒に折れたりとか暇がないみたいな、うん、はでかいよな。うんうん、まあ、ブランとノア折ってさ、しかも、うん、もう散歩もさ、うん、行くし、まあ、ブランとノアの世話とかもやしさ、うん、なんかそれ終わったら次一緒にご飯何食べるとかさ、うん、でもお風呂一緒に入ってなんか映画見ようかとかさ、常に暇がないのってでかいよな、うん、俺一人暮らしやったらほんまにずっと多分友達とどっか行ったりとか、いや、わかる、やってるから暇がないのはでかいなって思う。てか、まずまず一緒に折れて、うち一人の時間マジでいらん人で、うん、ああ、そうやんな。てか一人の時間がめっちゃ嫌いなんよ。一、うん、人で空間に折るってことがめっちゃ嫌いなの。ああ、そう、寂しがり屋やから、うん、やからうち同棲してなかったら一人暮らし絶対してないって言ってたよね、実家でっつってたもんな。まあ兵庫やったら実家やし、多分こっち帰ったら絶対シェアハウスすると思う、高校なんか。デメリットはさ、なごみのものが家に多すぎるっていう家賃が10万円としたら、うん、7万円分はなごみの面積やもん。そうやで、8万いったな俺、教育費だけでええかもマジで、あんな散らかってると思ったら、机一面が全部なごみのメイクやったり。そう、でもそれさ、あるあるじゃない、うん、やっぱどうしてもさ、女の子の方がさ、うん、物って多いやん。うん、やから、いや、ほんまに多いもん。でもうちマジで今回考えたけど、うん、ほんまにデメリットないんやけど。嘘やん、どうせの嘘やん、やめるほんまに、うちガチでない。嘘やんえ、でも、え、ある？長いらって合ってんのよ、生活のリズムが。ああ、まあもちろん最初は生きてきた環境が違うから、ああ、生活リズムが違うかったりとか、なんかまあ生活のルールがさ違うかったりしたけど、ああ、今ってなんかもうお互いの違うとこが当たり前というか、ああ、なんかそれで慣れてるし、ああ、なんか今ほんまにデメリットってマジで思いつか。多少のもんかもちろんあんで、ああ、なんかシャワーヘッドの位置とか、ああ、マジわかる、ああ、ちっちゃなやつ。いや、わかるで。なんか若干ストレスになるやつ、ああ、身の回りの、ああ、なんでこれせえへんのとか。ああ、そう、うん、でもなんか別にそれ含めてお互いの生活やし、ああ、なんかデメリットに感じたことガチないと。全然楽しい、うん、もう俺も楽しいな。楽しいが余裕で勝つ。確かに。てかもうそれが自分の生活すぎて。まあそうや、6年もおったらな、うん、もうそれが生活やもんな。年齢下がったん？なんかめっちゃ顔でかなったやけどそうだ、じゃあもうええって、小顔効果使ってきてる届いてバイクみたいになってるハーレー乗ってるやつみたいな。あれや、あのカマチャリ。あー、カマチャリね。え、ちょ、なんなんデメリット、ちなみに。いや、まあそのやっぱり、あと言っていい？うん、これ絶対美味しい。うん、これさ、ホットのホットカルピス、ホットミルクのカルピスやん、うん、鬼口臭くなるよ、思った絶対。だってさ、カルピスってさ、口臭なるよな。そう、なるし、ホットやん、やばいやな。さっきまで昼寝してた口臭コンボやん口
口臭コンボだぞ。だぞ今その一人デート中は知るよな。その一人で、うん、なんてやろな、あれなんて言ったんやろな、一人で、うん、なんか集中したい時。ああ、一人の時間ってこと。じゃあなんか一人で一日かゆなって触ってる時とか、これどうで、まあ、集中したい時どうしようっていうね。どういうこと。そんなとこに集中すんなよマジで。ちょっと一人でだからいたしたいことをは？お、まあ、それどうするか問題ね。でもあったで、普通に質問多いで、やっぱ。あ、ほんまに？男の子が不安に思ってんのやと思う、これから同棲するにあたって。ああ、そういう時ってどうしたらいいんだ。男の子がね、うん、まあ、それはまあ俺もう6年、うん、前でプロやねんか、どうしてるん。ルパンって言われてんねんから俺。え、ガチで。ちなみにバレたことないかな。ヌミにバレたことなくない？え、なんていうのそのさ。え、じゃあなんか言ってたやん、喧嘩して帰ってきたらさ、ティッシュが置いててみたいなさ。い、俺この YouTube 話してるってめっちゃバズってたやろ、うん、ショートで。それ1回ぐらいじゃない、それ1回というか、うん、なんかわあこいつやったなみたいな時は1回あったけど、うん、そういう最中とか出くわしたこととかは絶対ない、うん、そこはほんまにうまくやってくれてるな。まあもうそれはもうだから6年もおれば、うん、まあルーティン化してくるから、やっぱり。え、ルーティンなん。そうなん。ルーティン、まあ、なごみが。そんな頻度なん。じゃそんな頻度じゃなくてな、うん、もうどういう時やるかっていうのを、うん、もうなごみのなんてやろな、あの心拍数とか全て科学的に検証して絶対バレない時っていうのをもう決めてるから。いつなん。いや、聞かんとこは、うん、それは聞かん方がいいね、女の子もサプライズ。いや、全然嬉しい。でもこれは女の子も追求しないのが一番やと思う。ああ、まあそうやろな、うん、だってさ、言っちゃったらさ、うん、もうそのタイミングバレるし、男の子もさ、うん、そのタイミング逃してまた新たなタイミング見つけなあかんわけやろ、うん、心拍数も測らなあかんわけやろ、うん、バレたら不機嫌だろ。え、不機嫌。え、でも普通に嫌かも、なんでバレるんとは思うかも。ああ、そういうことに関しては仕方ないって。うん、それは別にだってそういうもんと思ってるもん。ああ、なるほどね。いや、だからそれ今後さ、カップルでさ、同棲するってなった子がさ、うん、女の子が嫌かもしれんやろ。え、でもめっちゃ来んで、その質問。あ、来てた。じゃあちょっと呼んでいこう、質問。うちら俺らの喋りすぎて。喋りすぎて。毎日会えることがメリット。毎日会っちゃうことがデメリットやって。ああ。うん、逆にな。まあでもその域はもう俺らないからさ。うん。毎日会っちゃうからデメリットやな、みたいな。逆に、毎日会うからこそ、久々に会うことを、嬉しく感じれるっていうメリットあるから。そうそうそう、やっぱ俺たちがお互い実家おったりとかちょっと離れた時に、うん、久々に会うメリットってあった、うん、年末年始とかなげるめっちゃ実家帰るから、うん、まあ1週間ぐらい会わん時間とかあんねんけど、うん、それで久々に会った時の嬉しさ。だってマジで年始あのお互いが関西から東京帰る時久しぶりに会ってんけど、うん、もうなんかなごみ見てムラムラしてなんか性欲で見てたもんね、久しぶりに会ったなごみを。なんか新幹線中、新幹線からもう家までずっとなんかムラムラして性欲でなごみを見てて。でも言ってたよな、ガチで。そうそうそう、だからでもそういう気持ちになれるっていうね。うん、大事よな。なんかだから同棲の中でもそういう会わへん時間もなんかちょっと楽しめるよね。確かに若干遠距離じゃないけど、うん、もちろんそこまでは辛さはないけど、うん、なんかそういう感覚というか、うんうんうん、まあでも最初のうちに多分毎日会っちゃうことがデメリットっていうのは慣れとかやろな。まあそうやろな、そこの不安とか質問は来てた。まあそれで喧嘩増えたりとかさ、同棲で倦怠期になったりとかあるかもしらんもんな、うん、そう、やっぱ慣れでなんかこう恋人として見れんくなったとか、うんうん、男女として見れないみたいなのも結構多かった。確かに。まあでもそうやってもし悩んでる人はやっぱお風呂は分けていいと思う。あ、そこに悩みがある人は確かに、うん、お風呂とか分けるのありかもな。なんかお風呂やっぱり毎日一緒に入っちゃうとどうしても裸になれちゃったりとかするから、家族になるから、そう、やっぱそれでな、男女慣れちゃったりとか、うん、あと最近なんか友達に聞いたんは洗濯物を分けた方がいいらしい。洗濯物を一緒にしたらさ、うん、匂いが一緒やん。あ、やったらやっぱそれめんどいわ。でもやっぱ家族感が強くなったりとか、うん、多分ホルモン的に男女っていうのがなくなっちゃうらしい、うん、それをずっと続けれる、その柔軟剤とかも書いて。まあだるい、それは無理。それは無理です。だるいけど、そうやって悩んでる人はそういうのもありじゃないってこと。意外と確かに。
知らんかったくない、でも、うん、し やろうと思ってなかったら、でもまあ確かにありってはありと思う、うん、なんか言ってることわかる。うち結構さ、男の人の香水とかより柔軟剤の匂いがめっちゃ好きやねん。その人の あの洗濯物に柔軟剤もやし、その人の家の香りってするやん、うん、あ、そうだ、言うたら柔軟剤みたいな感じやん。だからそれを感じる瞬間が好きやから、確かに。だからうちはもう柔軟剤はうちが決めてんねんけど、自分の好きな匂いに、うん、だからハグとかした時に、ね、その香りが幸せすぎて、うん、そうそうそう、あ、確かに確かに。だからそこはうち自分で決めてるから、無意識に。確かに俺そこあんま意識したことなかったわ。まあ長い結構香水つけるからな、うん、確かに、うん、これも多い、おならしにくい。ああ、まあそれはほんまにわかんない、まあ、中身おならこかんやろ、悪い子浮くし。いや、俺、弱い子かもんと思っててんけど。浮くやろ、なんか俺だけ子食うんやみたいな。止血の穴ないんか。え、あるか、血の穴。バリアル、バリアル。何個見たい。いや、でもそれ女の子は分かれるような、もう平気で子食う女の子と、うん、子かへんっていう女の子、うん、でも、ナゲイラのルールというか、あ、そうや、これデメリットや、思い出したわ。俺たちのルールは、うん、男はこけ、女はこけなみたいな。うざいって、その書くん。そう、さだまさしさんの歌詞みたいな。男は先に寝てはいけない。女は先におならをこいてはいけない。あとやったらいい。男は先におならをこけ。はい、なるべく男が寝た後におならをこくのがいい。ふさ、厳選してくるのか。須田まさし？須田まさし？須田まさきの偽物？ちょっと待って、誰やった、何言ってた？誰やった？ただまさき。ただまさき、無料？無料だった。無料だった。なんでなんで、誰？誰やった？え、須田まさきやろ？もうそれ須田まさきやん。え、ちょっと待って、誰やって、ちょっと待って。今言ってたやん。今なごみツッコミちゃんとできてたやん。誰やった？須田まさし。さだまさしだ。さだまもややこしい。さだまさしさん、ややこしい。ややこしい。うちらのルールは、これほんまにだるいねんけど、うん、うちおならこいたらあかんねん。こいたらあかんっていうか。ガチぐちらしい。でも、ガチで何回かは匂ったことある。そりゃそうやって。無理やって、うちさ、この前もさ、体調悪くて腹壊してんのにさ、塀我慢するとか、すぐ無理やって。そうそう。何回かこいたことあって。さ、こぐって。え、逆にさ、6年7年一緒におってさ、数回しかさ感じてない、まあ、マジ感謝してほしい。プっていうがっつりした音とか聞いたことないかも。あ、ない、うちマジで、へえ、音鳴らさん天才やから。え、できるん、できる、俺音鳴らす天才。ガチでさ、バリ鳴る。じゃあなんでさ、男の人ってへえ気張る。え、だってさ、男って汚いよな。なんかさ、わざわざ気張んねん。そう、いや、俺男のなら聞くもストレスやもん。うさ。で、なごみの家とか帰ったらさ、なごみの音とかめっちゃこくやん。うん、バリ気張る。えってみたいな。なんか、しかも俺よりこくし。なんだよ。だから、なごみの家族って多分、もう代々おなら結構音出る家系やけど、なごみ頑張ってくれてるなって思ってる。いや、そう。だから、でもそれは、うん、マジで、未だにやっぱり、女の子として、可愛いみたいな存在でいてくれてる、めっちゃ嬉しい。フォークは付き合いたてん時から、その女の子のおならとかゲップはあんまり見たくないって言ってて。そうそうそう。で、それをうちは、なんか自分の中で、あ、じゃあもうフォークの前ではせんとこっていうのを、もうほんまに付き合ってすぐ自分の中でルールにして、うんうん、だから未だにフォークの前でそういうのは、したことない。うん。まあもちろん出てまう時あるけど、うん、言ったらもう鼻つまんだりとか、ちょっと今出ちゃったから、そうそうそう、そうとか、ちょっと廊下行ったりとか、なごみそうしたりするけど、ほぼそこ、それは感謝し、感謝、感謝してる。ねえねえ、次、うちは我慢することは辛くないねん、うん、でも、腹立つんはマジで平気で気張るから、うん、たまにガチでイラってするときある。こっち我慢してんのに。いや、俺も我慢してるけど、やっぱり体大きいから、ケツでかいもんね、一人ケツでかいから、やっぱり音が、あのケツがこうやって、あの振動でプラプラプランってなるから、パンパンパンって打ち付けられるから、めっちゃ音なんのよ。ケツがめっちゃ揺れて。これも多かった。別れた時の解消手続きがめっちゃめんどくさい。解消手続きって何？
だからさ、もう同棲してるわけやからさ、確かに別れたらもうどっちがそこに住むかとか、いやそれだよ、どっちも出ていくんだ、家具とかもあるやん、そう家具とかさ、うん、これどうするとかさ、うん、服取りに行くわとかさ、うん、逆にそれで未練残りそうとかなんか思い出してるとか、え、わかる、え、だってさ家出るまでさ別れてるけど1ヶ月ぐらい一緒に住むカップルというかおるやん、うん、あれとかうち絶対無理やねんけど、確かに忘れれへんくない、なんかそれでさ、うん、なんていうの、切り替えても友達とかさ普通の関係みたいな感じで戻るんて無理よな、無理、1ヶ月とりあえず一緒におってみたいな、え、絶対さ離れるの嫌にならその期間、うん、いやなると思う、うん、し絶対まあ体の関係とかもあるかもしらんしさ、うん、むずないその時間、うちそれ絶対無理かもな、いや俺もそれは友達の話とか聞いて思った、うん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 、うん、だから同棲って簡単にガチでするもんじゃないと思う、軽い気持ちでしちゃったらやっぱり別れるとかもあるから、うん、うちは割とほんまに結婚この人と考えたいなって思う人と同棲が、でもその時そんな考えてたよ、まあその時はちょっと軽いノリやったけど、うん、でもなんかさ、まあ半同棲はいいと思うね、うん、お互い大学とかで一人暮らししとって、うん、半同棲とか、うん、でもがっつり同棲でなんか家賃とかも折半ですとか、うん、そういう風にガチでちゃんとやっていくんやったら、うん、うちは軽い気持ちよりちゃんと結婚見据えてる人がいいなって、あーなるほどね、半同棲とかでもさ、うん、なんか家賃払わんのにずっと入り浸ってるとか腹立ちそうなあ、うん、え、だからそういう場合は食費でどうこうとか、あーなるほどね、うまくみんなやってない、確かに確かにそこに関しては、うん、そういう半同棲とかで、うん、女の子が許すから男で紐男みたいなやつ出てくるでもさ、今の質問に関連して声も多かったんやけど、うん、その結婚をする前に同棲をするべきかしないべきか、うん、どっち派、結婚する前に同棲、うん、まあ俺らはもうしてるからさ同棲、うん、ありやけどどっちでもいいかも、別に、え、じゃあ結婚しますってなって初めて同棲でもいいってこと、うん、別にそれで別れる原因にはならんかな、へえー、そうなんや、なる、え、うちは別れるとかの次元じゃないや結婚したら、うんうん、でも絶対結婚前に同棲しときたい派、まあ、ね、あーなるほどね、だって同棲しないとさ見えへん部分って多すぎん、まあまあ確かに、結構質問で多かったのはなんか同棲してたら、うん、新婚感がないみたいな、うん、わかる、新鮮さがなくなっちゃうみたいな、うんうんうん、結婚した、でも新鮮さよりも確かに価値観の共有とかしとった方が絶対いいよな、うん、なんか同棲をしたからこそ思うかも、うん、一から今からコウ君と同棲ってなったらこの関係になるに絶対時間かかるもん、確かにね、そう、それはだるいかもしれないな、だって今までちゃう生活をしとったんにさ一緒に住むってなったらさ、うん、いきなり厳しくない、うちは絶対結婚前同棲しときたい派かも、うん、シンプルにいびきがうるさい、え、俺そんないびきかかへん、いやこの前それこそでパワースピの合宿とかさ、うんうんうん、マジうるさいやつってもレベル違うから、うん、毎日うるさいもんな、隠しとって、特に男とかで、うん、確かにその彼氏のいびきめっちゃうるさいとか、うん、もうほんまストレスやねん、うん、俺がそんなにかかると思うんよ、うん、書いてなあんまり、だからマジでいびきうるすぎて、うん、パワースピとかでも普通に枕とか投げてたもん、うん、うるさすぎてでマジでそれあると思う、仕事を朝から行くのに寝られんとか、うんうん、部屋分けた方がいいかも、うん、部屋分けても聞こえるぐらいうるさいやつだからトトロ寝てるやんよこれ、ほんまに、いや確かにいびきは、うん、俺らこそそんなにそこ感じたことないけど、いやでもあんでたまに、やっぱうそやん、コウ君も日によってやっぱ隔日とかあるから、うん、その時はうち起こしてる絶対、これからこうやってどうやって止めるん、え、こう肘鉄向かってこうで、どうなるんで、パッて息止まる、あ、死んだってなんねあ、そうそうそう、かいそう、え、なんでしてる、絶対かいって言うねん、あずいそう、あずいとか言う言う、あれみんな起きてるやろ、で、ナゴミも昨日さ、うん、小さい声で寝ながら、うん、そもそもって言ってじゃあ昨日さ、布団バリ取っててんけど、あうち毛布しかなかったもん、朝起きたら、うん、うん、それで分からんけど、でもお互い寝相悪くない、あー悪くない、確かに悪くないよな、それ助かるお互いに、うんうん、だから睡眠に関してのストレスがないの結構でかい、うんうんうん、俺ら今気づいたけど確かにその俺らの睡眠のストレスないのでかいな、うん、確かにな、うん。
家事の分担はした方がいいか。それは難しいな。俺らは一緒に仕事してるからこそ分担したりしてるけどさ、うんうん、仮にどっちかだけが一日仕事あったりとかしたら、まああの割合とかを変えるとかはありと思う。うんうん、わかる。俺らがしてんのはもう完全に担当を決めてるよな、うん、洗濯とか料理とかそういうのはなごみがやって、こうくんはその料理終わった後の食洗機とか、あと、まあ、洗濯も一緒に畳むの手伝ってくれたりとか、うん、まあ、なんか完全にほぼ分かれてる、うん、で、まあ、その中でどっちかが一日疲れてるとかなったら、まあ、お互いがちょっとカバーし合ったりとかするし、うん、なんかそれが楽よな。でも楽、うちらの中で、うん、最初同棲したての時は結構うちメインでやっとって、うん、うち結構同棲に憧れ心がめっちゃあったから、うん、でうちの親が結構専業主婦やから、うん、なんかもうお母さんが全部してみたいな。そう、だから女の人が結構家事をするっていうイメージがやっぱあってんな、うちの中で家庭的にも、うんうんうん、でだから頑張ろうと思ってやっぱやっててんけど、うん、まあ2人で一緒に仕事もしてるっていうのもあって、そうそうそう、やっぱ自分の中ですごいだんだんめっちゃ負担に感じちゃって最初の方、うん、なんかなんでうちこれやってんのに、うん、寝てんねんみたいな、うんうんうん、やっぱそこでイライラとかなんかやっぱ若干の喧嘩とかになっちゃうんよ。家からうちはコウ君にもう最初の方にしてほしいと思ったことはもう全部教えたというか、うん、なんかこういうのはこういうやり方でやってほしいとか、やっぱり女の子がさ割となんかルールとか決めがちやん、うん、だからもうお互いの中で共有してこれはこうやって片付けるとか、うん、でやったらもうマジでそこは楽になったというか、確かにもう負担がない家事に対して、うん、だからやっぱやってくれるならちゃんとこうやってお互いがこうできる部分を負担し合うのが一番うちはいいなと思う、うんうん、やからこそお互いに感謝が生まれるねんな、うん、感謝感謝、そうほんまに感謝感謝が生まれるねん、うん、感謝感謝、もうええって言いたいだけです。なんかこれをやってくれた、でも私はこっちやるみたいな感じで、うん、お互いに補っていけるから、やからちゃんとありがとうとかもちっちゃなことでも言えるんやろなと思うし、うんうん、そういうとこで、うん、だからうちは分担派やの、うん、うちらはな。え、バイク暴走ちょっと待って、最悪、めっちゃおる、エンストしてるやん。ちょっとって、また、あ、無難にやっぱメリットとして一緒の家に毎日帰れるのとか、うん、あと寝る前にゴロゴロしながら一緒にお笑い見る時間が幸せとか、ああ、うん、それは間違いないよな、うん、それがやっぱ一番いいとこよな、うん、同棲の、え、同棲のいいとこ、え、なげらも絶対なんか寝る前に新鮮プロジェクターがあんねんけど、うん、それでなんか YouTube 見たりとか、そうそう、あとまあ普通にさ、うん、一緒に寝室でさ話す時間とかさ、うん、なんかその中でスキンシップ取ったりとかさ、うん、ちょっとパンパンがなんかなったりとか、え？え？え？パンパン？マジアホやねん。どういうこと？でもまあでもまあなんか寝室だからこそ、うん、リラックスしたトークとかできんだよね。わかるし、同棲してるからこそ、うん、なんかゆっくり喋れる、そうそう、なんかお泊まりとかやったらさ、うん、もうその日しかないから、わかる、焦るやん、いろいろ、うん、でも、なんか毎日一緒におれるからこそ、そうそう、ゆっくり寝室の時間を過ごせるのはうちはめっちゃ幸せな時間やなって思う、うん、あと、普通にやっぱりなごみがハグしに来てくれたりとか、うん、そういうなんか結構なごみの方がやっぱりスキンシップ取ってくれることは多いから、うん、そういうの可愛いなって、やっぱりそういう日常がマジで俺は幸せ、うん、なんか日常やっぱ相手の日常見れるのがいいよな、やっぱ多いな、似たような感じのが確かに多いな、うん、多いけど、まあ、軽い気持ちでするもんではないけどもちろん、うん、でも同棲してから解消できる悩みってめちゃめちゃあると思う。ああ確かに、ね、そう、もう結局は2人のルールやから、うん、2人の中でどう価値観を合わせていくかとか、うん、なんかどこを妥協してうまくし合えるかみたいなとこやから結局、うん、だからなんかな、してからじゃないと解決できひんもんもいっぱいあると思う、うんうんうん、だからまあ一回やってみていいんちゃうって思う、楽しい、うん、もう楽しいから、うん、全力で楽しんでほしいって感じ、うんうん、確かに、はい、ということでですね、はい、こんな感じで久々に結構真剣に答えたくない、うん、の真面目に答えられました。いい感じで同性の質問答えれたと思うんで、はい、参考になったよって方はぜひグッドボタンとコメントといいねお願いしま す, いしますということで次の動画でバイバーイ、バイバーイ。
ずっと単細後半で絡まってない。じゃあもう最悪、取ってや。だからこれ、単を取ってくれるのもどうせのいいとこやねん。俺より先に、単を出してはいけない。じゃあ無理や。俺が寝てから、単は出せ。シャイさんの須田まさし。できる範囲で構わないから。